皆さんこんにちは、こんばんは、はるです。今回はですね、ちょっと先日予約して購入したシャオミのレッドミノート10プロですねの、性能検証ということで、ちょっと重いバトロワ系のゲームですよね、やっていきたいと思います。まあ、PUBG とか荒野行動、コードオブビューティーですね、 COD モバイルとかあるんですけども、僕荒野行動ちょいちょいやってるので、荒野行動で試していきたいと思います。それではお願いします。で、やったことある人は分かると思うんですけど、荒野行動めちゃくちゃ重いんですよ。まあ PUBG もそうだと思うんですけど、こういったバトルワーケーゲームって全般ね、重いと思うんですけど、実際にですね、どれぐらい動くのかってことですよね。まあ、シャオミのこのレドミーノート10プロがですね、CPU がスナドラ720だったかな、 720G とかだったですよね。で、ラムが 6GB ということで、で、まあ、ただね、リフレッシュレートが120なんですよね、 120Hz なので、もしかしたらね、ネット環境さえ良ければ快適に動くんじゃないかと思ってます。あと、このタッチサンプリングレート、画面タッチの反応速度もまあいいということで、ちょっとね期待してます。35,000円の端末でどれぐらい動くのかっていうことですよね。めちゃくちゃちゃんと動いてる。ちょっと逆に本当にびっくりしてる。こんなにちゃんと動くんだって。やっぱね、所詮スナドラ700番台がね、800番台に勝てないよと思ってたんだけど、ちゃんとやれる。ほら、もう比べるまでもないって思ってたんですよ、本当は。最初はね、このやるまでは、でもやったらやったで本当に快適に動くから、ちょっとびっくりする。もう10万円のスマホを買わなくていい時代が来るんじゃないの、これって感じですね。いや、本当にすごいわ。僕が使ってる Wi-Fi がもう大体その35ぐらいなんですよ、平均。だからもっとね、いいこのネット環境を使ってる人だったらもっと快適だと思う。これ今見ても分かると思うんですけど、めちゃくちゃぬるぬる快適にもうサクサク動いてるんですよ。いや、すごいな。ちょっとマジでびっくりしてる。こんなにちゃんと動くの？ 3万5000円で。すごいよ。で、画面も綺麗なんですよね。マジでびっくりする。お、やばいやばいやばい、後ろからなんか来てる。いや、マジでちゃんと動く。3万5000円とかそれ以下の端末もたくさん試したんですけど、共に動く端末なんてね、今まで僕の中では1台もなかったんですよ。QS とか、シャオミのノート QS だっけ、あれとかもね、使った、あれで荒野もやったことあるけど、やっぱね、重かったんですよね。うん。まあ、これはまあ、問題外だわ、ぐらいの感覚だったんだけど、さすがにこれはすごい。いやー、これ、マジでね、荒野やったことある人、特に Android とかで、やったことある人だったら、もう、一緒に感動してくれてると思う。すごいと。3万円台のスマホで。もう画面見たらわかるでしょ、多分経験者だったら。PUBG 勢でも、COD モバイル勢でも、多分わかると思うんですよ。大体。めっちゃ快適に動いてるなっていうのは、感覚的に。すごいよ、これ。ガチですごい。危な。もう一人いるんだよな。やばいやばい、またドット覗いちゃう。
いやすごい、まあ、人だらけだからさ、そりゃそうだろうって、思うかもしれないんですけど、まあ端末がもう性能が著しく低くてってなったら、こういう動きも、まあ、そもそもができないんですよね。しかもこんな3万円台のスマホでここまでできるってはっきり言ってすごい。なんか入ってきた？また。なんかいるな。いるの？あ、あれか。いやー、とんかつしたいのはどうするの？エーダムか。エーダムも使いたいな。あと一人じゃん。どこにいるはず。いやもう勝手に終わりなんて嫌だよ。最後は、最後はね、ちょっと、あ、いた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 。むずい。もう操作に慣れてないから外したけどさ、そうでしょ？はい、お疲れ様。いやー、やりやすい。これマジですごい、本当にすごい。ということで、今回ですね、シャオミ、レドミノート10 Pro で、小屋コードをやってみたんですけど、結論から言うと使えます。はい、おそらくですね、34,800円でここまで、綺麗に動くのはすごいんじゃないかと思って、まあ、まあ今年になって特になんですけど、まあミドルスペック、前以下の端末でもゲームが、声コードとか PUBG がね、ある程度ちゃんと動くっていう端末結構出てきてると思うんで、またですね、他にもこういった情報があったら動画にしていきたいと思います。今回はこれで終わります。ありがとうございます。